はい、こんにちは。札幌のアイビューサイマーシの後藤です。今日はバッサリ切りたいということで、なんとなく今話してたんですけど、この辺まで行こうかなという感じですですね。前触り気味のパッツンボブにしたいと思う、うん、今相当長いんで、どこまであるのかな。今多分へそ下ぐらい。へそ下ぐらいまで。ぐらいまで。そうですね。結構長いですね。うん、いいですか。はい。はい。それに、ちょっとラベンダーシュっぽい感じのカラーを乗っけていって、乗っけて仕上がりの時にちょっとメッシュを入れていきたいと思います。こんな時間かな、そう、1時間半ぐらいで、まあ、全部で2時間ぐらいかな。1時間半で終わってから、ちょっと撮るから、まあ、ちょっとバッサリ切るんですけど、ここ、イヤートゥイヤーから後ろ、ゴールデンポイントのちょっとバックぐらいの、ゴールデンポイントのちょっと後ろぐらいから、こういうふうに繋いで、まずバックを止めます。はい、で、ここが、まあ、大体皆さん後ろから切ると思うんですけど、ここを止めときます。こんな感じで。で、実際この前の方だけでちょっとカットしたいので、後ろがあるとちょっとね、長さが分かんないんで、ここでまず仮切りをします。はい、いきますよ。はい。上から持ってきて、ここを切ります。ああ、なくなった。はい、はい、すみません。なくなりました。ちょっと長めで、うん、これで見た方が長さが調節しやすいんで、でバックの毛は止めております。上から持ってきて前下がりで切ります。まだ長いかな、うん、まあ、こんな感じだけど仮切りですもうちょい行きますか。もうちょっと切りたい。そうですね、これだとあんま分かんないんで、もうちょっと切ります。でここからあとはな、指のな、本数でなちょっとずつ切っていきます。結構切っていいと思うので3センチ指2本分カットしたいと思います。いい、3センチいってもいい。はい、大丈夫だね。大丈夫です。うわ、結構いいぐらいになってきたんで、一回ここで止めといた方がいいかな。ちょっとこっち長めから切っていきますね。でまあ、ちょっと今こっち長いんですけど、まあ、この辺が合ってるので、これ後で調節するとして、でバックに持ってきて、これ取ってここでバックにつなげます。まっすぐ見せてくださいね。はい、はい、ちょっと下向いてもらって、ここをフラントカットでつなげます。まあ、なかなかここまで行くの勇気が必要ですけどね。ローテーションで指1本分ぐらい切ります。
まあ、結構外羽になっても大丈夫な感じのラインなんで、まあ、こうちょっとこの辺からそのまま切ります。飲んだな、うん、全体本当あれだね、毛が細いって言うと、うん、でも細いって言われる、うん、はい、でこれでこのぐらいかな。これでバッグつなげます。はい、お疲れ様。はい、お疲れ様です。はい、ですね、帰るね、アフター仕事以外の人たちはね、楽しまないパリピーで本当に仕事ばっかりですね。つまんない人生を送ってます。ミーナもこれからパリピに戻る。戻る感じ。25までは遊んで暮らそうと思って。そっか、うん、そういうことね。分かんないけど、まあそうだね、そうでもしないと絆の悩みができる。ウケる。そういうことだ。イベント行くってわけじゃないよね。東京の、うん、何も考えてない。ただ普通にちょうど7月の3連休あるじゃないですか、うん、それで休みがあるから。チケット高くね。で、高かったんですよ。そう、ホテル取れた。ホテルはめっちゃ安くしようと思って、なんかアパートメント、うん、ってやつ。あー、エアビー。何それ。あの人んちみたいなやつ。そう、なんか、いや、アパートを二泊なんかよくわかんない、全然よくわかんないけど、とりあえずアパートの一室を、うん、ま、ホテルみたいになってて、あー、 そうだね、それを使うみたいな、うんうんうん、だからめちゃめちゃ安い。そうだよね、うん、いいじゃん。はい、で、前乗りは、R2 でいきます。本人の癖殺したくないよね、テールで。こっちで切ります。で、このままインぐらいにこうねじっていく感じですね。こういう感じ。で、ここが分かれる癖があるんで、結構引っ張って切ると失敗しやすいですね。結構ね、この分かれ目がありますもんね。うん、ね、うん、この分かれ目あるっていう人は、これ離婚運なんですよ、ここが。離婚？うん、結婚しても離婚しちゃう人が。つらい。なんですね。嘘だね。いや、つらと思ったのに今。で、これ流れる感じで、眉毛ぐらいでいいんじゃないの？まあ、僕はこうブロッキング取らないでカットしちゃうんですけど、今日はそうしないで分かりやすくやります。もみあげの位置